ねえ、でもなんかそれわかる気がするわ。ねえ、うん、きっと今お忙しいんでしょうから、海外に行く時間なんてないんでしょうけども。小野くんは海外行ったことある？ないです。ダメじゃないか。ダメなんですか。ダメじゃないよ。ダメじゃん。だって行ったことないでしょ。行ったことない。いいじゃないですか、別に。国内旅行楽しいですよ。まあそうだけどさ、海外に行きたい。京都とか楽しいね。あ、京都行きたい。京都いいですよ。京都僕も大好き。ああ、そんな神谷さん、でも海外どっか行ったことある？唐突だね。ものすごいカンペ読んでる感が出てるんだけど。あ、僕ね、割とね、最近ですね。はい。愚痴るなよ。割とね、最近なんですよ、海外旅行に、その何度で行くようになったのっていうか、はい、あの、行ったのは、でも南の国ですね、うん、僕が行ったのは。なんかその観光とかじゃなくて、あのリゾート、観光で何かを見たいとかじゃなくて、南の島に行って、あのんびりしに、あったかいところに行ってのんびりしに行くっていうのが、いいな、初めての海外旅行でも2回しか行ったことないんだけど、でもやっぱ楽しかったよ。やっぱり海外っていうのは特殊な空間だね。それはね、すごく思う。ご飯が美味しいところがいいなあ。それはいいね。なんか僕イタリアとかいいなって。あ、イタリア行ってみたいね。ヨーロッパはでもね、すごい時間かかるんで、やっぱ1週間は休み取らないとダメだから、果たして星野先生にそれだけのまとまった時間が取れるかどうか微妙ですけどね。1回飛ばせばいいんじゃないですか。スタッフさん苦笑してます。苦笑、あ、本当だ、本当だ。本当に苦笑ですよ。いやー、まあでもより良い作品を作るために、まあそれは確かにその通りですよね。そういうやり方もほら、あの作者取材のためってよくあるじゃないですか。あるけどさ、関東ですよ。はい、はい、星野リリー先生、星野リリー先生、看板サッカーなわけじゃないですか。はい、それがいきなりいなくなってどういうことだよ。そういうわけにいかんだろう。はい、まあとりあえず近場から行ってほしいですね。はい、あの、京都に行けばいい。あの、星野先生多分聞いてらっしゃると思うので、うん、真面目にお答えするとですね、僕なりに考えた結果、初海外は近場がいいんじゃないかな。うん。ということになりました。はい。具体的にどことは言えないですけれども、そうそう、あの、必ずどこに行ってもですね、いろんな発見があると思うので、うん、すっごい真面目に答えてない、俺。いや、偉い。はい。いや、俺も真面目に答えてますよ。お前真面目か、一周飛ばせとかさ、それはひどくないか。親身になったんじゃないですか。そうかい。まあでも、あの、ぜひ、あの、行って、うん、あの、行く機会が、あれ、できるといいですね。飛ばさないで、ね。そんな感じでいかがでしょうか、星野先生。はい、その時はぜひお土産をよろしくお願いします。買ってきてください。はい。はい。